イーストグリニジは、アメリカ合衆国ロードアイランド州の中央部、ケント郡の南側に位置する裕福な町であり、同郡の郡庁所在地である。2010年の国勢調査では、人口13,146人であり、州内の市長を合わせた39自治体のうち、第26位だった。家族あたり収入の中央地では、州内第1位である。1677年に、 グリニッジの町として設立され、イングランドのグリニッジから名前は取られた。1686年にデッドフォードと改名されたが、1689年にはグリニッジに戻された。1741年帳の中で、田園部的色彩の強かった西側4分の3がウェストグリニッジとして分離し、残り4分の1がイーストグリニッジと呼ばれるようになった。 1854年までロードアイランド州に5つあった州都の一つだった。州議会がイーストグリニッチで開催される時には県と軍庁舎を使っており、その建物が現在は町役場になっている。町域北東部にイーストグリニッチビレッジがあり、北にあるウォリック市の中に1 5トル伸びていた。現在の町はウォーターフロントと中心街の事業地区で知られている。 イーストグリニッチとなった町は1677年にロードアイランド議会がコネチカットとナラガンセット領主の権利主張に対して土地の権利を確保するために設立した。議会は新しい町に5000エーカーの土地を当てそこに住むことに同意した開拓者に区画を割り当てた。土地の者たちがすぐにこの提案に飛びつき迅速に町を設立したことで コネチカットがその境界を東に押し出そうとしていた計画。この結果、イーストグリニッジは、ロードアイランドで唯一商業的利益ではなく、議会の法によって設立された町となった。1687年、ナラガンセット領主たちが、ウィックフォードの北の土地に入植を試みたが、これは、イーストグリニッジの懲域と重複していた。しかし、この紛争を調停する権限を持っていた。 マサチューセッツ総督のエドマンド・アンドロスが既存のイーストグリニッチ有利の最低を下した。18世紀、政府は以前ウォーターフロントに小さな区画で保留していた土地を開放した。1711年から地元政府はこれらの区画を1区画に1シリングを支払い最低限の商業建築物を建てると約束したものすべてに払い下げた。1725年までに 地域社会が発展し、学校や墓地ができた。しかし、町民は、町の領域が大きすぎて、タウンミーティングに出席するのが大変だと苦情を言うようになり、それが1741年に、ウェストグリニッチを分離することにつながった。1750年、プロビデンス軍から分離して、ケント軍が新しく作られると、イーストグリニッチが、シャイアータウンに選定され、 軍庁舎が建設された。植民地時代の町には、ジェマイマ・ウィルキンソンの追随者がいた。ウィルキンソンは、クエーカー教徒であり、後にニューライト・バプテストに改収していた。ウィルミントンが重病を患った後で、自分が死んで、その遺体は、大衆の普遍的友人と呼んだ実態に、所有されていると考えた。その追随者たちが、町の中に集会所を建てる資金を出した。 イーストグリニッチの土地の20%は未開発の森林とのうちだが、その比率を下げるような開発が継続している。イーストグリニッチ町内の教育学区には6つの公立学校がある。その小学校のためには2つの地域割がある。サウスカウンティトレールより東にある1つの地域の児童は幼稚園から2年生までメドーブルック農園小学校に通い、3年生から5年生は ジョージ・アール・ハナ・フォード学校に進学する。サウス・カウンティ・トレイルより西に住む児童は幼稚園から2年生までフレンチタウン小学校に通い、3年生から5年生はジェームズ・ h エ,エルドリッジ学校に進学する。公立教育学区の生徒は6年生から8年生で、すべてアーチ・エア・ル・コール中学校に進学する。その先の9年生から12年生はイースト・グリニッジ高校である。 町内の私立学校は、ロッキーヒル学校であり、修学前から12年生まで教える権威ある学校である。また、アワーレディオブ・マーシー地域学校も、私立学校であり、カトリック系、幼稚園前から8年生を教えている。以前は著名な準備学校である、イーストグリニッチアカデミーもあったが、1943年に閉校となった。イーストグリニッチのウォーターフロントには、 多くのレストラン、バー、クラブがある。イーストグリニッジ公部にも多くの冒頭牙がある。釣りや食事に適した民間の船着き場もあり、小さな海浜のある船着き場もある。海岸の対岸はコダード記念州立公園であり、サンディポイントなど多くの海浜があり、イーストグリニッジ公部から容易に行くことができる。スカロップタウン公園はグリニッジ公部の南端。 昔の埋め立て地の上に作られた。しかしそこは、昔のウォーターフロントの別名だった歴史ある、スカロップタウンの一部ではない。19世紀終盤から20世紀初期には、貧しい不法占拠者の社会であり、イーストグリニッジの他の部分から切り離された街になった。イーストグリニッジ町内にある、他のビレッジとは、対照的に、スカロップタウンには主に貧乏な白人とアフリカ系。 アメリカ人が住んでいる。元々のスカロップタウンは街の船着き場からフィンズマリーナのクラブまでである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。イーストグリニッチと隣接するオリックのカウセットとポトワマットの地区では日韓のイーストグリニッジパッチ、週間のジ・イーストグリニッジペンダラム、同じく週間のザノースイーストインデペンデント、さらに月間の イーストグリニッジマガジンが発行されている。クレメント・ウィーバー亭、歴史あるストーンエンダー作り、1679年建設、州内でも、最コクラスの家屋。ありがとうございます。